大正時代の製紙業の女行、1日12時間勤務、月2回の高級日、尋常小学校卒業程度、10歳ぐらい、クリート序行、または糸取りと呼ばれました。女行が妊娠させられるのは実際によくあった話らしく、あの野麦峠の由来も、野海の野で産む峠、峠で流産することが多かったので、 と呼ばれていた説もあるそうです。大工の源さんが私鳴海の家に遊びに来てくれました近くの飲み屋で酒を飲みながらの話です源さん「私の母親は関東の北部の養蚕の盛んだった地方に住んでいましてねそんな母から昔聞いた少し悲しい話だけどいいですかねなるみさん」と源さん テレビでは、ああ、のむぎ闘技の映画をやっています。母はね、大正の終わり頃の生まれで、多分実際に見たわけではなく、わざとして聞いていた話でしょう。知っているかもしれませんが、養算は蚕を育てる農家、蚕の前から糸を繰り出す製紙工場、またその糸をより合わせて使える糸にするより屋という家もありました。 母の家はその糸をより合わせるギりギたったようです私も昔子供の頃夏になりますと母と一緒に母の実家遊びに行っていましたまだかやぶきの家でしたがその隣に小さな工場がありそこに大きな機械が並んでいましたただそれはもう動いていないようでしたけれどもケンさん戦前にある工場が火事になりました火事はそんなに多く起こることはないでしょうけど かとといって珍しいことでもないですよね。ですがそれの原因が母が言うには「たたり」ではないかと言っていました何でもたたりともしびつけるのはどうかなと私は思うのですが母がそういうことを言うのは珍しいことでしてね人の死ぬような話をした時に話し終わったかと思うと口の周りを払うような仕草さをする母でしたですからそんな母でしたからあまりそういう話はしなかったんですよ。 今はね俺はこっちに住んでいるけどさっきも話したようにお風呂の実家は関東の北部の山の中だったんですよですけどあの山の中と明治大正頃は発展していて学校や鉄道が他よりも早くできたそうです今は喋れていますけどねまあ発展したのは木材と養産のおかげでね養産というのはさっきも言ったように 蚕に桑の葉を食べさせて育て眉を作る家があったりこの眉を茹でにて絹糸を繰り出して巻き取る家これを糸引きと言いますこれで糸ができますよこれが生糸そしてそれを機械化した工場が製紙工場ですよねと源氏さんがいつになく流暢に話すあああの群馬にある世界遺産のあれですかねと宮さんが話す ええー、あれはね、官営の製紙工場ですよ。明治の5年に国が、まあ、国,国策として建てたものですね。フランスから指導者を呼んで、金糸を作る、まあ、先生を育てたものなんです。ですから、最初は、その、なんて言うんですかね、農家のそういう娘さんもいたとは思うんですけども、もう少し身分が高いような女子さんだったようですよ。 待遇もすすごく良かったそうですよ。あの工場を作るにはね、あの渋沢栄一や小高順中、そういう人が関わっていましてね、えー、そばに、あれは、なんだろう、石炭石炭ができたり、それから建物を建てるのに電ガが必要だから、そこで電ガを作らせたそうです。 そのレンガンはね、あの東京駅や赤坂離宮に使われていたそうです。と、ゲンさん。そうそう、私もね、昔行ったことありますよ、富岡学静止場に。まだその頃は世界遺産になる前でしたから、うーん、入り口を入りますとね、左側に白いなんか事務所がありまして、そこにおばさんだったかおじさんが一人行って受付をしてくれました。中はね、今も同じですけども、 とても広いところでしたが、猫があるってぐらいで人は一人もいませんでしたね。びっくりするぐらい人がいませんでした。1987年にその製紙工場はもうやめたそうですけども、それからもずっとその会社がそれを保存していたそうですよ。大したもんですね。と、宮さん。まあ、民間でもそういう工場でしたから、機械がずらっと並んでいてね、 そこで働く女工さんもいっぱいいたそうですよ。地元の10歳ぐらいの女工さんもいたし、よその地方から来た女工さんもいたそうです。まあ、農家にいたら、朝から晩まで一日中仕事ですからね、それに比べたら良いと思ったのかもしれませんね。ところでさっき言、蚕をお湯で煮るって言ったけど、蚕を死んでしまうんですよね。と宮さんが聞いた。そうだよ、かわいそうだけどね。 サナギは大きくなったら眉を食い破って出てくるんだけど、そうなると眉には穴が開くわけさ。そうなると一眉で1500メートル取れるという眉だけど、短い糸になるわけさ。使い物にならないわけだな。このサナギは地方によっては食料にもなったんだよ。自分は死んで糸の実に残るんだよ。また畑にも肥料にもまいたそうだよ。あ木糸って言ったらほとんど中国産になってしまったけどね。 そういえば知ってるかい寂しスのいたまは気に入ったなんだぜ。ゲンさんは少し酔いが回って乱暴な話し方をし始めました。カイコはなんて数えると思うみさん。そうね一匹、二匹ですかねあれは蝶なんですかガなんですかねと宮さん。昔の人はねカイコを大事にしていたので、おカイコ様と呼んだそうですよ。それで一頭、二頭と数えていたんだよ。 へえ、よく知っていますね、ゲンさん。と、ミアさんが言うと。ゲンさん。ミさんにかぶれたかなと、ちょっと照れ笑い。ゲンさん。まあ、昔のことだから休みなんかそうなかったんだろうけど、自分の家で農作業して、夜も遅くまで働くよりは楽だったんだろうかね。まあ、大変なところだろうけど、そういう時代もあったんだね。 休みはお盆と正月休みがあって、あと月に2回ぐらいあったそうですよ。と、ゲンさん。休みは何をしていたのかなと、ミヤさんが聞くと。さあ、そこまではおばあちゃん話していなかったな。お袋くもまだ小さかったから、そこまでは聞いていなかったと思うんだよね。ただね、母が小さい頃はまだその地元にお祭りなんかあるとね、 神社に地方を回る芝居の小屋が建ったそうですよ。おい、どこまで話したなんか話はだんだん外れてるぞ。まあ地元の子は家に帰るけど、よその地方から来ている子は寮のようなものに泊まってね、朝出勤して1日12時間ぐらい働いたそうですよ。と現地さんの話す。ある日その意図を寄り合わせる工場は火災になったわけさ。 やっとここで話が戻りました。その工場の旦那がね、女にだらしなく何人も女工さんと関係を持って、中にはやっぱし妊娠させられた子もいたそうですよ。まあ、実家に帰らせたり、無理やりうやむやにしていたけれど、<laughs> その中で一人だけ地方から出てきた女工さんがいてね、どうしても納得しないんだな。 そりゃ納得するわけないよね。正月の前々日。寒い夜に工場の糸を寄る機械に、うーん、俺もそこがどういうものかわからないけれど、糸を巻き取る機械に、ね、自分の長い髪の毛を巻き取らせて、くびれて死んでいたんだって。まあ、そんな状況だから自殺だか事故だかわからなかったんだろうけど、 まあ夜だから工場も折ってないんだから自殺だったんだろうね。明治大正の頃はまだ女の子は髪の毛を曲げを作って頭にポンと丸く留めていただけるの髪だったそうですよ。と源さんが話す。そりゃ昔といえど人が死んでるんですからね。大変なことだと思うよ。だけどね、なんかうやむやにしてしまったんだとさ。 親が田舎から出てきて、その意外を聞き取っていたそうだよ。そうしてるうちにね、1ヶ月半ぐらい経つ頃に、夜になると誰もいない工場から糸を寄る機械の音が聞こえてくるようになったそうです。まあ噂にはなるわな。外にも漏れるだろうし、当然そんなだから、夜に様子を見に行くとね、だけど何もない。機械の音もしない。 また次の夜を音がするかまた見に行くわけよ。だけど音もないんだな。これはおかしいよね。まあ普通でないよねとなるわけ。まあそんなだらしのない旦那のいる工場だから、まあそういうなんか不審なことがあれば、まあ死んだ女工さんの自殺とそのことを結びつけるのがまあ世の中だよな。あの女工さんが夜になると出てくるんじゃないかとか、 髪の毛を解雇の糸のように巻きつけて死んだんじゃないかとか、それがまあ半月ほど続いたんだ。そしてそのあるように工場から火が出て火事になって丸焼け。そうしたらますますこれはあのご上皇さのたたりとなるわけよ。その旦那には結局子供はできなかったそうですよ。いいなお方法だよな。とゲンさん。テレビでは、 野麦峠の最後の方の話になっています今はねその工場はないけれどその焼き残った建物一部を使ってねなんか料理屋みたいなことをやってるそうですよと源さんは少し悲しそうにまた懐かしそうにテレビを見つめながら話してくれましたご視聴ありがとうございました怖い話ではありませんけどもなんか悲しすぎる話ですよね